次はですね、日本語チームのえのきさんの方から、この1年のリブレオフィスの状況を振り返るということで、お話しいただければと思います。えのきさん、お願いします。はい。よろしくお願いします。よいしょ。どれだろう。少々お待ちください。プレゼンモードに先に入っておかないと。はい、見えますか？はい、問題ないです。あ、はい、ありがとうございます。では発表、させていただきます。よろしくお願いします。と、今年というよりは、前回の、去年の、ですから、まあ、大体1年ぐらいでどんなことあったかなというのを、まあ、簡単に振り返るっていうセッションです。で、そうですね。毎年リリースがあるので、すいません。自己紹介もいいですね。はい。と、リブレオフィスの日本チームのメンバーですっていう話です。で、あとですね、日本語チーム何ですかっていうのを少し説明しますと、まあ、日本語コミュニティっていうのはもっと広い範囲であるんですけど、まあ、その中で、まあ、イベントをやったりとか、グローバルとのコミュニケーションをやったりとか、と対外的なコミュニケーションなんかを主にやっているチームがありますと。とで、まあ、コミュニティの中のコミュニティみたいな感じですね。で、一応メンバーシップ制度を取ってるので、まあ、ちょっと興味あるよっていう方は、ちょっと声をかけてくださいということ。ぜひ一緒にやりましょうという感じで。この中の1年間ですが、まあ、リリースは毎年2回やるので、まあ、2つありましたということで、去年の夏のリリースが7.6でしたと。で、まあ、この機能をいちいち振り返ってもいいんですけど、まあ、なんか、そんなに中身を見ていってもしょうがないかなとは思いますが、まあ、あとは24.2ですね。これが1月にありましたと。で、7.6からちょっとバージョンスキームが変わって、24っていうのは2024年で、2っていうのは2月っていう、まあ年と月を、当てるようになりました。これオープンソースのコミュニティだと、こういうバージョンスキームを、やってるところって結構多いと思うんですけど、まあそれに倣った感じです。で、この8月ですね、24.8が予定されてまして、今、ベータ2まで来てますね。で、ちょっと UI 翻訳いつ締め切りかっていうのは、実はちゃんと把握できてないんですけど、まあ、7月後半ぐらいかなっていうふうに、ちらっと思ってますと。ということで、意外に締め切りは近づいてきてるぞみたいな感じはしますね。はい。で、グローバルの方の振り返りなんですけども、まあ、カンファレンスは、去年もリアルでありましたと。で、これは去年はルーマニアですね、のブカレストであって、まあ、フランクリンとかも行ってますし、デヒョンも一番前の列にいますよ、ね。とか、はい。みんな行ってますと。で、僕も行ったんですけど、僕はちょっとコロナにかかって、ホテルでちょろっと見てましたって感じですね。なので、ちょっとプレミーティングみたいなやつは出たんですけど、本ちゃんはちょっと去年出れなかった感じです。はい。で、開発のコミットとかに関しては、ステータスを見るサイトがあるので見てたんですが、まあ、コミット数は若干減ったかなみたいな感じですね。去年も同じようなこと言ったんですけど、若干減ってます。で、逆にコミットしてる人はだいぶ増えてます。で、これはなんか、
ちょっとだけコミットしましたみたいな人が増えたのかもしれないですけど、まあ、あのコミュニティのコミッターは若干増えたのかなっていう感じはあります。で、まあ、基本的には開発は安定しています。で、まあ、組織別に見ると、まあ、コラボラが相変わらず多いっちゃ多いんですけど、コミュニティが2番手になってて、TDF が3番手になってますと。4番手がアロトロピアで、レッドハートはだいぶ減っちゃいましたという感じになります。で、あと、他にもいろいろありますね。SIL とか NIS とか、なぜか CIB もあったりとか、いうようなやつもありますと。で、まあ、コラボラが多いのはわかるんですけど、レッドハートが減った理由は、まあ、単純に、このカオランっていう、ここの2番手のカオランが、レッドハートからコラボラに移籍したっていうのが多分大きいと思いますね。はい。ということで、まあ、トップ10はこんな感じみたいで、まあ、1位、2位は基本一緒、去年と一緒ですね。若干減ってはいますけど、コミット数。まあ、ちょっと今までが多すぎたっていうのもあります。で、3番手のステファン・バーグマン、レッドハットの人なんですけど、結構下回りで、あの特定の機能とかじゃなくて、もっと、フレームワークレベルというか、そういうとこやってます。で、オリビエって4番目は、ドキュメンテーションの人なので、ヘルプですね。ヘルプの修正とかのコミットがいっぱいあります、ね。とか、はい。マイク・カガンスキーとかは、なんかどこにでも出てくるコラボラの人ですけど、まあ、コミットの方は仕事でやってる部分でしょうという、はい、とかですね。あと、ミハイルとかは、アクセシビリティですね。TDF のスタッフでアクセシビリティとして参加するようになったので、そのあたりのコードをコミットしていると思います。はい。で、ちょっとタイムゾーンごとのやつが取れたので見てみたんですけど、ちょっと極端だなと思って、こう、プラス1とプラス2とか、0とプラス1とプラス2とプラス3ぐらいが合わせるともう圧倒的になってしまうみたいなですね。はい。という感じになってますね。で、バグチェラは、一周の数は若干減ってましたけど、減ってたような気がするんですけど、相変わらず活発にバグレポされていて、なんか最近ちょっと見か、あれですかね、アンコンファームドが増えてる気がするっていうのをこのグラフを見て思いました。で、まあ、バグチェラで誰がやってるのかっていうのをちょっと主な、トップ何人かを見てみたんですけど、今年は、ガボーがトップに来てまして、去年は2位だったと思うんですけど、まあ、アロトロピアで総合運用性の、バグというか、まあ、修正をずっとやってる人ですけど、で、ER っていうのは、まあ、イスラエルの人ですね。まあ、RTL のバグとかを中心にバグレポしてる人で、まあ、相変わらずいっぱいありますね。で、ステファンは、TDF の、QA スタッフですね、チームメンバーで、まあ、バグのトリアージの方を主にやってるんですね。要は、未確認のバグとかの確認を主にやってるんですけど、まあ、バグレポも結構やってるなっていう感じです、ね。で、マイク・カガンスキーも結構、ここにもいるみたいな感じで、ね。で、シスコ、まあ、シスコも TDF の QA の人なので、まあ、彼はユニットテストとかを結構書いてるはずなんですけど、バグジェラも結構やっています、ね。というような感じになってます。はい。で、テレストとかは昔すごい数やってたんですけど、さすがに今はその勢いはないですけど、それでもこんだけやってるっていう感じです。はい。レジーナも結構やってます。で、まあ、スクですね。スクを見ていくと、まあ、当然英語が4分の3ぐらいあるんですけど、日本語が、まあ、去年と同じぐらいで、ちょっとネデルランズに抜かれて8番目になったかな、という感じです。で、回答者は、ちょっと、実はマイク・カガンスキー以外は僕はよくわからないんですけど、結構、まあ、スクはスクで活動
中心に活動してる人っていうのがいっぱいいるって感じですね。でものすごい回答数だったりしますけど。で、ちょっとウェブレートはね、多分データうまく取れてなさそうで、なんか途中欠落してるんですけど、こんな感じになってます。で、タスクと同じディスコースで、運営されてるフォーラムがあって、これは去年も説明したかもしれないんですけど、デザインチームとかドキュメンテーションチームとか、とスペイン語のコミュニティとか、そういうところはもうメーリングリストじゃなくてこっちでやっていますという感じです。あとはまあ BOD とかメンバーシップコミュニティも使ってます。で、まあ、日本コミュニティは今のところメーリングリストだけ使ってて、ジェラは使ってないんですけど、まあ、どうするっていうのはちょっとあります、ね。で、ドキュメンテーションに関しては、まあ、ガイドブックは相変わらず更新がついていってまして、24.2 の対応が3つですね。インプレスとカルクとライターですね。この3つはもう対応して、あとは 7.6 になってました。で、ヘルプも結構頻繁に更新はされてるので、感じですね。で、インフラはちょっと、何を最近やってるかっていうのはちょっと追い切れてなくてですね。まあ、セルフホストで基本的に何でもやってますよねっていう話をちょっと書いてます。で、昔からウェブサイトってシルバーストライプをずっと使ってて、まあ、マスクとかはディスコース使ってますし、メーリングリストは何ていう名前だったかちょっとシステム忘れちゃったんですけど、メールマンじゃなかったと思います。で、バグ管理は、まあ、バグジェラを若干だけカスタマイズしてるっていう感じで、レッドマインも使ってますし、まあ、ジェッチミットと BBB の両方セルフホストしてますと。で、Next Cloud と、まあ、それと組み合わせるコラボラの、オンラインですけど、まあ、デベロップメントエディションを多分使ってると思います。で、で、シングルサインオンのシステムも持っているっていう、まだまだいっぱいありますけどね。メディアウィキとかもあるし。いうような感じで。で、先ほど、伊藤さんの話とかでも出てきた、そのコラボラのオンライン版とモバイル版っていうの、結構使えるようになってますっていう感じで、まあ、これは TDF の参加とは別プロジェクトにはなってるんですけど、まあ、リブレステクノロジーっていう形で、まあ、同じ技術を使ったものとして、やっているので、まあ、これもだいぶ良くなってくると、まあ、リブレスの方にも、いい影響があるっていう感じですね。モバイルも結構いけるのかなとか思っていますね。はい。で、あと TDF の話も少しします。で、まあその前にですね、リブレスとかで活動されてる方ですね、メンバーになってない人結構いるんじゃないかなって思ってて、ちょっと、まあ、結局リブレスが、まあ、ドキュメントリベレーションプロジェクトのアンパサンダーなので、まあ、その役割をぜひやっていただきたいなというふうに思っています。という。で、ガバナンスもやっぱり、追い切れないかもしれないですけど、一応なんか投票したりとかいうことはできるので、そういうのは参加していただければなと思っています。で、結構これ、基準は難しいんですけど、基本的に6ヶ月ぐらい何らかの活動してれば、まあ基本的に OK ですって感じですね。めちゃめちゃ活動量少ないとかだと議論になると思うんですけど、そんなに、毎日やってますとか、毎週やってますとか言う必要は全然ないですっていう。で、あんまり厳密じゃないので、まあ、ダメでも、まあ、あと何ヶ月か活動して、もう一回申請すれば多分通ると思います。その、活動さえしていればですね、通ると思います。で、選挙ありましたっていうことで、去年の秋は、BOD の方の選挙でした。で、これはまあ取締役みたいなやつなんですけど、日本語で言うと取締役会ですね。で、一応ドイツのなんか何だったかな。まあ、財団法人みたいな日本で言うやつの、まあ、法律に基づいて、設立されてて、まあその法律
とか TDF の規約みたいなやつがあって、まあ、それに基づいてなんか動きますと。で、TDF のメンバーだけが立候補できますということで、TDF のメンバーによって選出されますと。で、2年に1回全員変えますという感じです。で、もちろん、何回でも出れます。で、定員が7名で、代理メンバーっていうのが最大3名で、まあ、10名体制みたいな感じでやってることが多いです。で、今回ですね、選挙で、まあ、ほとんど入れ替わりましたっていう感じですね。ここに、一覧があるんですけど、前回から残ってるのは、ラズローとパウルだけがですかね、2人だけかな。あとはみんな入れ替わりましたね。まあ、ただし、そうは言ってもですね、ほとんど経験者が多くてですね、過去に暴動にいたっていう人がほとんどで、まあ、そうじゃなくても、TDF のスタッフですね、まあ、チームメンバーでだったので、暴動に入ってなかったけど、まあ、今回チームメンバーと暴動、兼任するよっていう形で出たのが、ソフィーと、イタローと、マイク・サンダースですね。この3人は、まあ、新しいメンバーではある、新しいボードメンバーではあるんだけど、もともと古株っていうか、まあ、中心的なメンバーとかだったりします。はい。今、議長はエリアネがやってて、副議長がサイモンですね。で、これ選挙やる前にタウンミーティングっていうのをやったんで、まあ、日本向けは、小笠原さんが通訳してくれたんですけど、これ参加された方って、目黒さんと僕だけでしたっけ？他にもいたかな？はい。他にもいたかもしれないですけど、こんな感じでやりましたって。で、スタッフ、まあ、チームメンバーって呼んでるんですけど、TDF に雇用されてる人が今16名いますと。で、ちょっとこの写真は古くてですね、去年の今頃に集まった時の写真ですね。ちなみに今週の頭あたりに、ミュンヘンで集まってたので、また写真が上がってくるのかなと思っています。で、まあ、去年から入れ替わったのは、今日も参加してくれてるジョナさんが、まあ、新たに参加するようになりましたっていうことですね。はい。この間、日本語のコミュニティとオンラインミーティングも、ありましたけど。はい。で、あとお金の話ですけど、まあ、人件費が基本中心みたいですと。で、インフラも結構使ってますと。で、イベント支出もだいぶ減ってたけど、復活気味って感じで、アニュアルレポートがですね、まだウェブサイトでなかったので、月単位のやつはなんかウィキにあるんですけど、ちょっとこれを読む余裕がなくて、興味がある人はその月ごとのを見てくださいって感じですけど、で、もう2022のしかないんで、結構古いやつですけど、まあ、トレンドだけ見るとこんな感じですっていうことで、まあ、寄付で、その年、2年前だと、128万ユーロだから、1億何千万 ?2 億はいかないか。ちょっと忘れ、わからないですけど、まあ、それぐらいのインカムがあって、これコロナの時ってダウンロード増えたんでね、寄付も多かったんですよっていう。のあります。で、まあ、エンプロイーとか、フリーランスとかっていうのはこれ人件費で、やっぱ人件費が一番多いです。ただ、今、世界的にインフレになってて、ちょっと全然人件費ほとんど上がんないんだけど、ちょっとインフレの方がきついんだけどみたいな話はあります、ね。なので、まあ、ちょっと上げなきゃみたいな話はあります。で、他にも、まあ、人件費半分ぐらいか。で、それ以外にもいろいろ出してて、いう感じですが、2022年と今ではだいぶ変わってきてるかなと思うんで、あんま細かいとこは説明しません。大体のトレンドは一緒だと思います。特に人件費はあんま変わらないんで。で、日本語のコミュニティの振り返りしていきます。で、アンノールさんから、ウェブレートの説明とかしていただいたのもうイメージつくかなと思うんですけど、
まあ、UI とヘルプのところを見ていきますので、マスターのところを基本やっていくので、マスターのパーセンテージを見ていただきたいんですけど、まあ、93% ですね。UI の方が93で、まあまあ、若干未翻訳今出てきてるかなっていうぐらいで、まあまあの線なんですが、まあ、ヘルプの方を見ていただくと、例えば 7.6 の時は53で、24.2 だと51で、今が50という感じで、結構、まあ、やれてない感じが出てて、この勢いだと 50% 切っていくなみたいな感じになっています。という感じで、まあ、これはちょっと物量がすごいので、どうすればいいかなっていうのは悩みどころではあります。まあ、お金があるんだったら翻訳会社に投げちゃうとかっていう手もあるんですけど、まあ、そこそこお金かかりそうなのでどうなの？それは厳しいのかなっていう気も今はしています。はい。で、UI 翻訳ですけど、まあ、UI だけじゃないですけど、A さんに、まあ、査読者に入ってもらって、ちょっと査読の方が、滞ってたのが少しやってもらえるようになって、よかったなとは思ってます。で、ハックフェストでも少しやることはあるんですけど、まあ、だいたいアスクの方やってるので、最近あんまりやれてないかなっていう感じです。でもうちょっと、翻訳にフォーカスしたハックフェストもう一回やるのかどうしようかな、みたいな、思ってるところです。で、ドキュメント翻訳の方ですが、ガイドブックの方が、昔はですね、みんなの自動翻訳使ってやってたんですけど、今ちょっとうまく、それがこけちゃって、止まってますという感じです。で、ちょっとこれも作戦の練り直しが必要かなという感じになっています。なんか協力できるよっていう方はですね、ちょっと助けていただけるとありがたいです。はい。で、アスクはちょっと目視で確認すると、まあ、更新が84件ぐらいありましたということで、質問は非常に貴重でですね、ぼちぼちいただいててありがたいです。で、改定してくださる方も結構いて、はい、私はそうこんなに突っ込んだ回答はできないんですけど、詳しい回答をしていただいている方も結構いて、参考になります。で、一応、統計データ、統計サイトからも取れたので、こんな感じで、一応49の質問があったらしいという感じですね。で、まあ、それに対する回答というかコメントとか429あったというような感じになってます。で、55人が何らかのアクションしたってことなのかな？なんか、うん。いうような形で、まあ、結構いろんな人が、活動されてて、まあ、サブラさんがやっぱり多いですね。いや、っていうのは改めて分かりましたっていう感じですね。はい。よいしょ。で、ブログは、日本語チームのブログあるんですけど、まあ、ほぼリリースアナウンスです。形で、まあ、日本語の独自のやつも出したいかったり、あとはリリース以外の翻訳も出したいんですけど、もし、手伝ってもいいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ、お声掛けくださいという感じですね。今ちょっと手が回っておりません。はい。で、SNS なんですけど、なんかよく見たら Twitter はちょっと、Twitter じゃないな。もう今 X です。はい。は、なんかちょっと減ってて、なんで減ったかはよくわからないですが、若干減っておりました。ただまあ、相変わらずフォロワー数は多いので、有効に活用していきたいなというふうに思っています。で、やっぱ反応は得られやすいので、やりやすいですと。で、Facebook の方は、ほぼ変わらずという感じで、これはイベントか、まあ、リリースの告知あたりをやっていますと。で、あんまり反応はないんですけど、まあ、でもちょろちょろ見てくれてる人いて、これも長いておく、必要があるかなと思っています。で、他の SNS もちょっと、まあ、やりたいなと思ってるんですけど、どれがいいかなっていうのはちょっと悩ましいところです。で、日本でのイベントですが、ハックフェストは毎週、最近は月曜日になりました。月曜日の20時から21時30分でだいたいやっています。で、やり方は今のやり方と全く一緒で、ジッチミートを使って YouTube ライブに流しています。という感じです。
で、まあ、大体アスクをですね、質問に対して回答を試みるっていうことは中心にやってて、まあ、たまに翻訳か、バグジェラで、まあ、バグレポートしたりとかっていうことをやっていたりします。で、日本語チームのミーティングが水曜日の22時からやってまして、まあ、運営系の相談をやっています。で、余裕があるときはちょっと翻訳とかもやってたこともあります。まあ、他には、オンラインの方でリベロ予想勉強会最近、3ヶ月から4ヶ月に1回ですね。今回会議が、入ったので、1回分飛ぶかなという感じなんですけど、あとはですね、まあ、以前関西とかでやってたんで、今年は復活させたいって、去年のスライドにも同じこと書いてたんですけど、今年は復活させたいですっていう。はい。で、これはユーザー寄りのお話です。あと、オープンソースカンファレンスを中心に、まあ、展示を出してます。まあ、中心にっていうか、今はオープンソースカンファレンスだけですね。で、まあ、2023年の春の東京ですね。東京春からリアル開催が復活して、去年とは、多分これぐらいかな。東京2回と名古屋、広島、福岡、大阪あたりに出た記憶があります。で、今年もだいたい同じような感じで、同じところに出るかどうかわからないですけど、同じぐらいのペースで出ていく予定です。はい、で、KOF っていうのは SC みたいなやつの、まあ、関西でやってる、まあ、コミュニティで運営しているイベントで、まあ、ここは発表をやりました。で、今年も同じように発表をしようかなと思って、ちょっとブースも出したいんですけど、私が KOF 自身のスタッフをやってるので、ブースに貼り付けないので、ちょっとブースが難しいかなっていう感じです。はい。これは、今年の OSC 東京の春のブースと、最近の名古屋ですね。先月ぐらいにあった OSC 名古屋のブースの写真です。あとは、大阪のコワーキングスペース、そこ、ワーキングスペースなのかな？わかんないですけど、毎週の、あ、ごめんなさい、これ古いですね。第4木曜日に開催してまして、まあ、リブレスに関するちょっとミートアップ的なことを、まあ、オープンアジーっていう、コミュニティと一緒にやっていますっていう。で、写真もちょっと去年ので、同じやつで恐縮なんですけど、まあ、これは忘年会だったんで特別人が多くて、普段こんなにいっぱい集まってるんですけど、まあ、こういう感じで、ラフな感じでやってます。はい。で、まあ、コミュニケーションチャンネル、もう一度確認っていう形で、テレグラムの方ですね、ありまして、まあ、これも最近ですね、マトリックスを使うようにもなってきてて、リブレスの TDF ですね。で、そちらに移行すべきかどうかっていう議論もあるんですね。で、実際、ボードだったり、メンバーシップコミュニティとかはマトリックスに移行してるんですけど、まあ、今のところ、テレグラムで、まあ、日本語コミュニティはやっています。で、メーリングリストも3つありまして、まあ、他にも英語はいっぱいありますよね、っていうことです。はい。ということで、まあ、この1年間のリブレスのコミュニティを簡単に振り返ってみましたと。ということで、ちょっとイメージ、はい、分かれば、まあ、嬉しいかなという感じですね。で、まあ、あと、ちょっと興味が湧いたところとかあったら、ちょっと参加してみるとか、これ何って聞いてみるとかですね、していただけると嬉しいですっていう。まあ、あと、活動されている方はですね、メンバーシップの申請をぜひやってみてくださいと。はい。いうことで、はい、以上です。ございました。はい、ありが